さあピンチヒッター金沢です。ピッチャーの打順、内の打順ですがピンチヒッター金沢が起用されます。金沢は昨日ピンチヒッターで起用されてヒットを放ちました。キャッチャーの金沢、少し鈍い音、セカンド平野、あっとちょっとボールを前にこぼしたがその後落ち着いていました。ワンアウトです。あ、難しいバウンドで取ろうとしてます ね、 そうですね。1番に戻ってこれが5打席目になります。今日2安打、うち1本はタイムリーヒット、同点のタイムリーヒット。まあしかし今思うとあの追い込まれてツーアウトになってから岡田本当によく打ちましたよね。そうですね、詰まりながらね、本当にしぶとく落としました。はい、あのノーアウト二塁一塁からツーアウト二塁一塁になって嫌な流れの中でしたが、ボール先行です。岡田がこうやって1球2球と揺さぶってちょっと藤川の方が制球乱しています。このランナーバッター出す体感ですね。そうですね、もうツーベースになりますからね、はい、1塁出しますとねその可能性が大ですから、足がありますから次はストライクが欲しいカウント。サードの関本は前です。バッターは絶対ゴロ打たないといかんね、転ばすことです、はい、こういうバッターはね転ばしたらいい、もう野手との競争になりますからね。ここはバントしてきましたが、昨日は1本決めたんですけどね、バントヒット。じゃあ2ボール2ストライク、なんとかロッテとすればここで落としにかかるんじゃないですか藤川。はい、いやインサイド素晴らしいボールでしたが本人も手応え十分の表情。ストレートね、これはいいボールだですね、バッター岡田も手が出なかったですね、はい、ストライク言われても仕方ないという、はい、そういう感じのボールでした。ただここは 3-2 になって切り替えられるか、これは出したくないですね。あ、ファールで粘る、この粘りがまたピッチャーにプレッシャーかかります。1・2塁間破った、岡田今日3安打。しかしね、いやらしいですね、本当にいいバッターですよ。それとやっぱりピッチャー心理からするとフォアボール出したくないという気持ちも、もちろんそうですよ、ね、やっぱりストライクになってしまいますよね、フォアボールでランナー出すくらいね、はい、足投げることないですからね、こういうバッターに対して。さあ岡田、足の速いバッターが出て、これエンドランありね、そして盗塁もちろんありね、
ただ日頃あんまり対戦してないピッチャーだけにね、はい、岡田がスタート切れるかどうかですね。うん、岡田もまあ盗塁の数だけで見ると9個ですからそれほど多くはないんですが、初球からいきます。根本がちょっとタイミングは、ね、はい、合ってないですね。取れてないっていうかね。それと本来この後井口のはずが、井口が試合途中で退いていますから、うん、これが痛いですね。この後は3番平内、先ほどのチャンスの時もそうだったんですね、はい、井口がおったらなという感じしましたね、はい、大きなリード。2球で追い込みました。ちょっと当てにいってますよね、根本がね、はい、合わせにいってるっていうかね、振るというよりはちょっと当てにいってるなという、そういうスイングですよね。今シーズンはこういうところでちゃんとつないできたのがロッテなんですけどね。そうですね、そして得点圏にランナーを送ったら強いんですよね、はい、チャンスをものにする確率が高いんですがね、どうも成功ですね。すくったが内野フライ、ファールグラウンド、ツーアウトです。ツーダッシュからね、あのフォークボール来ましたね。もう3球勝負でいったんですね、フォークボールね、はい、ここで走ってくる可能性はね、3番途中からセカンド平内です。どこで来るか、走ってくるか、できたら若いカウントから行きたいですよね。そうですね、そういう意味で藤川もやっぱりね、分かってますから、いきなり牽制しましたけどね。今日はまあいろんな巡り合わせもあるんでしょうが、あまりこうロッテも仕掛けるというね、場面は試合の中ではありません。9回成功、7回失敗という岡田。7回も失敗してますか。スタート、初球から来た、三塁へ行く、いやバッテリーも分かってる、警戒していた中でのこの初球スタートで、これでちょっとねバッテリーにプレッシャーかかりますよね。逆だと、タイミングが微妙でしたけれども、タイミングが微妙だったけど、その分平野がちょっと焦りましたね。そうですね、だから早くグラブ引きすぎましたね、はい、さあ2アウト1塁から3塁、内野陣が集まります。いやお互いにこう何度も訪れるこの勝ち越しのチャンス、フォークボール投げるときにちょっとプレッシャーかかりますよね。そうですね、
まあ、藤井は今日再三止めてますけれども、うん、いや元々止めるのうまい方ですからね、はいはい、あの信頼してますでしょうけどね、若干高くなるんじゃないですかフォークボール投げた場合はね。そこでストレートで2ボール。バッテリーはこの平打ちで勝負したいですよね。この後4番サブロー。もちろんそうですね。サブローよりもこの平打ちで勝負したいですね、はい、この後は4番のサブローです。ストレートでやったんじゃないですか。高め150キロが出ました。打ちに行っても、ね、今年このストライクも多いですね。一瞬ボールかなと思いますけどね。さあこれで変化球もというところに。いやおそらくストレートでしょう。そうですか、うん、と思いますけどね。ストレート高めで出てどうですか。ここでね、はい、フォークボール投げるのは勇気いるんですよね。だいぶ高めに目はついていってる。パスボールだけじゃなくてね、遅いボールを打たれた時に悔いが残るんですよね。だからやっぱり速いボールで勝負したくなるんです、心理としたらね、はい、ピッチャーのね、特に藤川タイプは、はい、フォークボールで勝負した方がね、成功率高いと思うんですがね、あサインもすぐ決まった。ストレートだ。あの先ほども一つありましたがインサイドの球、コースでしょうね。これ外れたボールとなった、理由はね、高さは入ってますよ、はい、コースが若干外れてる。ここまではストレートで押しています。まだフォークはない。ここまでこれはフォークを投げれないんじゃないですかね。ストレートで勝負するんじゃないですかね。ここもサインがすぐ決まった。落とした。ちょっと当たり損ない関本。ヘッドスライディングですがスリーアウト。関本硬くなってましたね今。もうガチガチだったんですね今これ。最後あまり落ちてなかった。ああそれはね、プレッシャーかかりますよ。そうですよね、ショートバンドにしちゃいけないというプレッシャーもあった中で